彼は自身の権利を、アルエハ、王の権利、に渡していったのだろうか。対価として？ユダヤ教の王、は、王の権威、であるとすれば、この思想は少しは絵を変える。だろうか？そこには深刻な奈落はある。非人道的な、非現実的な、カルトというか、ほぼ発狂した執着があって。人間性を喪失しつつ、過失を積み重ねて、結末として、自身が無能と言われても、不思議と苦笑で済む現実？はある。事実は事実として、幸い、人力発電機のネットワーク、それは、自身の発案ではある。ユダヤ教は、その王はこれを認めず、しかし、どうなったか。ゲームの中のその王の行動は不可解でさえある。勝てる戦にわざわざ自身で登場、一兵卒に倒され、それで敵の兵力そのものは瓦解していくのだ。奇妙な合致はある。その後は果たして？